鉄道を所有するだけじゃ飽き足らず、今やスターリックは乗り合い馬車の会社まで買収した。労働者の足を管理して支配下に置きたいんだ。アール・アタウェイはスターリックのライバルだな。俺もそろそろ事業に参入するか。ミス・フライはどうするんだい？剣衛艇の隠し部屋で歴史を学んだでしょ。それらしい記念塔に行ってみる。ミス・アタウェイ。ええ、何か。ああ、素晴らしい、私の命を。何？誰にでも値段はあるわ。これでいい？命が目的じゃない。何が目的？ミスター・スターリックとミルナー社は長い間あんたを邪魔してきた。ビジネスの提案をしたい。いいわね。いろいろ話しましょう、ミスター。ジェイコブ・フライダー、どうぞ何なりと。ではありとあらゆること。ねえ、手綱を取っていただけるかしら。気を悪くしないでね。脅迫状が届いているの。スターリックが会社を買収して以来、マルコム・ミルナーが全面戦争を仕掛けてきてる。それにあなたの風貌が殺し屋のようだったから。ひどい侮辱だ。立ち直れないかもしれない。私を助けてどうしたの、ミスター・フライ。お互いが利益を得るチャンスを感じるんだ。本当に？そんなに信じがたいか。あなたの意図が何であれ、ミルナーとスターリックで反撃できたらとても痛快。ミルナーのだわ。これ以上馬車を失えないわ。減速だ。私の馬車から離れなさい。お前はいい馬だな。行こうか。マルコム・ミルナ、スターリックの操り人形よ。気をつけろバカども。アタウェイの車庫に届けるパーキシンだぞ。彼は私の馬車を燃やす気ね。そんなことはさせないわよ。火遊びの怖さを教えてやるか。パーキシンを逆に利用しよう。うちの連中が役立つ。それはとても起業家らしいひらめきね。ではお任せするわ。元気か？どう？さて、やるか。準備は万全だ。
仕事の計画があるの。いつでも秘書に連絡してアポイントを取って、そしたら計画の次のステップを教えるわ。そういう働き方はしないぞ。